久保さん、悪魔くんにしましょうか。超昔ですけど、超めちゃくちゃいつぐらい昔か忘れましたけど、あの、親がね、悪魔っていう名前をつけて、それを議論がすごく政権を賑わしたことが確かあるような気がするんですけども、まあ確かね、まあすみません、うる覚えですけど、相当昔なんでね、なぜ悪魔くんってつけたのかっていうと、なんかまあ、なあのな、なんだっけな、なんかあの、 誰に何と言われようと自分をこう持ってほしいみたいなね。な、なんか、何かしらの意図が、えー、あったような気がします。で、ここに対しても、まあ、8割、9割、ほぼ10割か。まあ、それはどうなんだみたいなのありましたけども、これね、難しいとこで、非常にね。まあ、確かに親のその気持ちはあるんだけども、これはね、決定権がやっぱ子供になかったりするわけですよ。まあ、でも今は法律上名前変えられるのかな。要は、 じゃあ、小学校の、じゃあ、幼少期ね、それは、じゃあ、自分の意思決定で、こう、名前を変えられるのかっていう多分、大人にならないと、法的なところ、多分、難しいと思うんですよ。だから、最初、生まれた瞬間は、瞬間とか、何年かぐらいは、自分の意思でそういうのは決められないわけですから、だから、そこは、うん、なんですかね、こうじゃないといけない、あこうだって、まあ、名前を決められました。変更不可じゃあ、その名前によって、多分、まあ、いろいろ言われるでしょうね。 うん、なぜならば最初の子供たちっていうのはそんな価値観が多様で受け入れられないですから多分おそらく「えー、あくまであくまだ」とかね、まあ、小学校の時あったと思うんですけどちょっと太っててもねデブみたいなねなんかそういうのあるじゃないですかでもそれが価値観が多様化して大人になってそれが受け入れられるようになったらぽっちゃりで可愛いねになるかもしれないけども子供の時はそれが広くないからなんですかねぽっちゃりがデブ っっていいう表現でいじめになったりとかね傷つけたりとか,なんかそういうふうになったりするだろうしだからその決定ができないものに関してはこれは難しいかなというところですね <laughs> でも自分が決定できるんであるならばその価値観っていうのはあのいくらでもなんだ変動はできるんだけども決定ができないものもあるわけで決定ができないものをどう,こう解釈していくのかでももう子供になるとそれはねなかなか難しいので これはね、非常に難しい問題ですね。うん、だからまあ、うん、例えば「ヤマト君っていうかものも何ですかね「マトっていうその言葉が悪い意味世の中に一般的に悪いイメージがついている「マトイコール悪人」みたいなイメージが刷り込まれている。 じゃあ,じゃあその悪魔っていう言葉はなぜ多くの人はそう反応するのかっていうと悪魔っていう概念固定概念が悪いやつ悪魔っていう刷り込まれてるわけですよね天使と悪魔みたいなねあってね天使はいい人悪魔は悪い人みたいな刷り込まれてるわけですよ逆を言うとこれ逆だったらどうなのかって話ですね悪魔っていうのはめっちゃいいよっていう大衆が刷り込まれてるんだったら悪魔が天使みたいになってるだろうしね 悪魔が天使どっちなんやみたいなねあれなんですけどだからこれがね分かりやすいのがやっぱミ,ミノタウロスの皿かなこのミノタウロスの皿はねマジですごい僕は名作だと思いますけどねあの人間と動物の逆転っていうね <laughs> であれを藤子 A さんだったかなすごいとやっぱね物の見方がやっぱすごいなっていうあれはすごくセンセーショナルなアニメで その主人公がね、もう頭混乱してしまうっていうね。<laughs> その価値観についていけないっていう。その女の子、その物語としては女の子が最終的に、私食われるのよ、やったーみたいな価値観なんですよ。で、男の人はね、やめとけと、お前食われるんだぞ、これからと。人間が食われるってダメだろう、みたいな。なんでお前行くんだいや、食われるって素敵でしょ、と。こんなにわありがとう、みたいな。喜んで食われて、喜んで死んでいくみたいな。 でその主人公からするとそれが理解できないんですよね。頭がついていかないと。で最後のオチとしてはステーキ食うみたいなね。<laughs> あれすごかったっすね。ミノタウルスの皿はね、非常にこの考えさせられるアニメだと思いますけどね。はい。いってらっしゃい。